とどこだっけ、道志村そうそうそう、道志村に行きたいと思います。はい、ブッチーとーだって取ってこいって言われたんだ。昼マッチ、昼マッチ、いやこれから行きたいと思いますよ。これ対抗者みんな何持ってんだいつと思うね。いやーすごい楽しみ。2時間くらいですかね、昨日見たら。いやけどあれじゃない、今もう混んじゃってる。あーそっかそっか、なんだこれ。いやーいいね、アルファで、なんかアルファでいいね、もし初期型アルファで、もしなんかこういうこのアルファのグレードガソリンを入れまーす。おー川口湖の方に、甲府の方に行きまーす。イエーイ川口湖。差し掛かりましたよ。皆さんどうですかこれ。アキラくん。アキラくんこれどうですか、アキラくん。何がどうですか。いやこれ峠。いや運転変わってください。そうなっちゃうねこれね。めんどくさいよ。おすごい。二子山。え？二子山？あれが二子山？いや全然知らないですけど。違う。二子山親方。すごいねこの峠は。これどんどん上がってんね。じゃあ明君の話だと1000メートル、標高1000メートルまで行くらしいですから。標高1000メートルにコンビニあんのだって。まずうわすごいなこれ、ポツンと。キャンプ場が多いからさ、コンビニ作りゃ儲かるよ。でもさ、みんな雰囲気崩すからコンビニとか行かなそうじゃね。セブンイレブン大体看板茶色い。逆にでも有名になりそうだ。うん、テレビ映んのかダメだ。いや、この違う、これは映った。テレビ、テレビ映んのか。あ、けどこれちょっと悪い。すごいなこれ。これソフトバンクだ下とか。これ大丈夫か、バリさんだ、バリさん。バリさんって久しぶりだな。まあ、俺ダメだ。通信サービスあるもんね。あ、そうなんだ。なんでソフトバンク？ワインモバイル。あ、俺もワインモバイルだ、ダメだ。ダメ。それソフトバンクだから。ソフトバンク。ソフトバンクは山弱いんだ。山弱いんだ。だから岩手とか行くと本当に。ブッチーの情報は忘れよう。直生かな、直生か。この下りになったね、今度ね。山一つ見てください、これ山。採掘現場、採掘現場。おお。いや、崩れてるだけじゃないの。これなんかあれですよ。いや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 、これすごい、ね、後ろ側。いや、すごいな、これほら、すごいな。チャリンコとかで滑り降りたい。はい、ブッチー、ブッチー、ブッチー。あー、イルバッチー、先生、先生、先生。英語一つ、英語一つ。あー、ダメです、英語。ダメ。シェブレイ。シェブレイ。I don't know the word. I don't know the word. この言葉知らない。It's a small world ってことだ。スモールワールド。楽しい。
英語喋れたりするとあるあるなのが、なんか英語喋ってって言われるけど、なんか英語喋ってって言われて喋るって、それ難しいことはあるあるなんだけど、え、それがあるある、あ、そう、そういうのの今の返しがあるある、そういう返しがあるある、それがあるあるなんだけど、そういう時の英語を用意しとけ、いや、うちのあの反町うちの反町ビーチボーイ、ヤング反町ということで、もうすぐ着くみたいなので、もうすぐっていうか、まああと10分、あと40分、もう40分かかるの、まだな、はい、ということで皆さん、ご飯も食べ終わって、そば始まった、もう、そばをみんな食べましたね、ブッチどうでした、美味しかったですね、美味しかったね、わさびが美味しかった、わさびは辛かった、辛かったおかちゃまの口だもん、あ、それであの、なんだっけ、蕎麦湯が、蕎麦湯が美味しかったですね、作って自分で、おっと先生来ました、チェスティチェスティデリシャスソーバー、ジャパニーズソーバー、さすが英語ティーチャー、本当だ、ハッピードリンクショップ見つけました、これで23個目です、ちょっと待って、ちょっと待って、あの看板ね、なんか番号書いてある、あ、そう、うん、前見たとこ書いてある、ということで、これから飯も食ったし、キャンプ場に向かいたいと思います、イエーイ、おー、着きましたよ、着きましたよ、どうだったこれ、じゃあんなつまんない、キャンプ場着きました、僕はね、何しろゆるキャン全部見てますからね、これ薪、薪だ、薪だ、うん、薪、釜、釜が湧いてる、水が、ね、おー、水が湧いてる、すごい、水があるとすごいあるね、涼しくなる、うん、クーラー、これ薪買っちゃおう、買っちゃおう、これ山伏オート、あ、山伏キャンプ場、オートキャンプ場なんで一応ね、車で乗り入れ OK のとこですね、すごい、いい、超機械、イエーイ、着きました、着きましたね、着きました、着きましたね、どうですか、いいとこですね、いいとこですね、ちょっと川だ、ちょっと川だ、見えないね見えない、こちらは52番ソリマチ、どう今日は気分は、気分は最高です、最高テント、あの、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、おい、女性ファン、女性ファン、トカルタ見せて見せて見せて、すごいすごいすごい、脂肪が本当にないね、すごいな、ボツボツが切れてるよ、ボツボツが、あれだよ、ネックレスのせいだ、あ、ネックレスのせいだ、心のアレルギーかっこいい、はい、これピッと押さえます、あははははは、あ、これでもいいじゃん、で、そこから取る、うん、いい感じじゃん、これいいか、いいっしょ、この辺使えばこういう感じでね、みんなテーブルに置いて、椅子も三脚ありますからね、これを撮るとしたらこっちのカメラだともっと繊細に映るってことですよね、そうこれでプレートとしたらどうなの、で、薪とこっちに木炭、それで、あ、これ消そうとしよう、これがテント立ってから撮ったはず、そうだね、これがブッチーのでーす、かっこいいでーす、これコルピックス、コルピックス、コルピックス、クールピックスじゃないちょっと恥ずかしいわ、動画撮るこれクールピックスじゃない、クールピックス、こう、なんつった、コールピックスじゃあ動画に向かってお願いします、コールピックス打ち込みっすか、これをこれ柔らかい、ね、さすが打ち込みうまいね、打ち込み係ですね、打ち込み係
職業病だからもうこういうところもね、あ、これ何これこれもうフルダウン、こうやってねこれはねこうやって自在の、ああ調整できる、ああすごい、すごいですね、ぶつかり目にするね、そうそう、こうやってやってこれで長さ調整できるんですよ、ああ随分短いな、これやあと2本で入り口の方向で地盤が硬いですね、地盤硬いですね、さすがにつやついて、あれですか、もう一発ですね、なんか忘れたことない、黒ですか、黒いですね、全部いただきました、おおすごい、ぽいぽいぽい、これを写真撮りたい、うん、濃くなってきたぞ、ほらおお、これが入り口ですね、入り口なんかやばいな、入り口いびつだな、なんかこれちゃんとやんないこれやろう、ここ、ね、じゃじゃーん、さっきのテントがこんなになりました、すごいテントっぽい、おーかっこいい、あとタープがすごいでかいな、横から見るとこんな感じで、いいね、俺が邪魔なんじゃん、俺がいつも邪魔なの、ちょっと中入ってみます、中入ってみます、あれこれ手前にあるやつ、これはうちうち、あ、俺はもう飲み終わります、おお、うん、中こんな感じで結構広いっすね、ウェイ広い、ちょっとね、ウェイ、もうこれで雨が降っても大丈夫、ブッチは相変わらず裸です、これでズームイン、うぃー、おぉすごい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 、さすが筋トレ、すごい、週末旅行で撮るカメラマン、こっちは動画だから強い、カメラ対動画、絶対動画強いすごいね、でもこのパワだって、ここの風景としてはもう普通に写真撮れば最高に映るし、うん、人工物、これがまたいいですね、こういう滝がいいよ、滝、ん、滝、先生、犬取れました？いいですよ、あ、あ、いいこれ、めちゃくちゃいいじゃん、これすごい、あ、ここすげえいいじゃん、これはいいですね、うん、いや、俺が撮るよりこっちだったほうが全然いいと思うんですよ、あの子、そういうの、あの子いいな、
これちょっと待ってよ、この橋の欄干からちょっとこう下に カメラ防水じゃないから。いそうじゃないこの深いし。うん、いそうだね。あ、そこぶら下がって懸垂するんだ。懸垂します。おお、いいね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 。おお、すごい。いいねいいねいいね。懸垂してる。上がれなくなって怒った中国人みたいだ。そのところら辺だったら落ちたらここら辺でも揺れてるみたい。結構。これぐらいだったら落ちても大丈夫だね。ああ大丈夫。あっても痛そう。すごいね。深そうだね。まあそこめっちゃ魚いるじゃないですか。うん、うん、この深いところ透明だからわかんない。これ、これ飲めるんだ、うん、ちょっと飲んでみない。どっち、うん、飲んでもらってんだろう。マジでうんこ漏らしになるぞ。よし、うちテントの中でちびれ。おわどう？おいしい。これがミネラルなのかな。ミネラルって感じ。でも足が入った時とかは冷たくて。あ、そう。足はめっちゃ冷たいのに。なんかいる？カニ？カニなの？カニ？カワガニは。ああ、探してる。野生児探してる。いますか、ブッチ。ないですね。ブッチにね、取られるほどバカじゃないんですよ。ブッチに取られたら終わりだったよ。え、平野は、明菜君がブッチに取られるカニなんか終わりだって。終わり。深いな。深いな。さすがにこれぐらいまでは行くかも。胸ぐらいまで行くね。でもすごい。いや嘘でしょ。これ絶対寒いでしょ。絶対寒い。今の絶対。うわすごい、あそことか。今ってサンダル貸すよ。これ後で写真の切り抜きにしよう。あー、怖い。おー。ねえねえ。ここからこっち行ってすごいいいよ。あ、写真持ってきたの？あるあるある。この辺ぐらい。いい感じだね。さあ、ということで、これから何ですか？タン、牛タンですか？牛タンですよ。どれ？牛タンスライス。ああ、牛タンスライスを今から。ちょっと映えない。違うね、ちょっとモザイク入れないとね。でもこれ多分溶けたから出てきたんだから。あ、こうやって Where's the onion?こうやって炭を置くんだよ。 Where is the onion? Where is the onion? Onions? Where is the onion? 玉ねぎ。あれ、玉ねぎ確かに。あ、そうだ、あのバーム、
雨かかってるところ。 Where is summer? Where is onion? 私たちはってこと。じゃあどこに行ったって玉ねぎはどこ行ったって。重ねた方が火通る。え、何が。いや、今聞いてもらったけど、あ、なるほど。いや、空気を入れてればいいじゃん、なんか、うんうん、空気を入れた方がいいじゃん。さすが、ブリーフの中身作ってましたからね。お、先生が玉ねぎ切ってます。てててててんててんてんてんててんててててててんててんてててんできんね。できないのに何それ。できるしない。切り方があるのかって上からじゃん。そう、でもリンゴ切るのと同じ感じでやってた。ジャガイモと人参もあるわけですね。何その歌とか言って、それ歌ってんじゃん。それ何、1万円生活だっけ。俺全然知らない。なんか多分そうだと思う。ああ、どういう音楽だっけ。いや、だからそれでしょ。テテンテテンテンテンテ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 テこれはですね、はい、外じゃないんですよ。外中なんですよ。あらららら。この中でね、こういう部分は、これ実は全然食べても大丈夫です。あ、本当は。何が？この中の茶色いやつ。そう。ブレてるだけ。それジャガイモだろ？違います。ジャガイモは食べちゃダメなやつです。ああ、ジャガイモの芽はね。そう、空に。腹壊すやつ。死ぬんじゃなかった？毒性が強いから。こっちは死ぬ。したら病院行かなきゃいけない。こっちは炭組んでますね。そう、試行作業してるんでしょ。試行作業ね。これいくらだったの。も炭とあれで、薪で1100円。へー、じゃあ薪が400円って言ってたけど550円だ。これがちょっと高かった。炭が700円じゃない。あ、ほんと高いんじゃん。それで、いや、たらかしにしたと思う。お、火入りました。これはいいか。うん、柴田がいない割には。あ、いらなかったな、あいつは。虫いないじゃんね、柴田一番好きで。あ、そうだ。柴田いいなぁ。いや、いつこれ火つくんだろう。燃え上がりはしないですもんね。すごい真っ赤になってる。うん、鍋に入れたら結構いい炭だ。うん、行こう。鍋先生が用意してます。米前なきゃな。あ、そうだ。半合、あれは無洗米だった。あ、米用のってありますよ。半合がある。じゃあ大丈夫だ。米洗ってこないと。無洗米だから、ね、無洗米って言ったじゃん。洗ってないやつ。そう、いや違う違う、洗わなくていいやつ。その名前は言わないでしょって。洗わなきゃいけないのに名前つける必要ない。やべ、落ちた。それが普通なんだから。それが普通だったの。言うとしたら優先前。1個多くない？え、一個は別に。いや、溶ける、溶けるから。あ、そっか、うん、溶けるのか。嫌いなの。いや、別に嫌いじゃないけど、なんか玉ねぎめちゃくちゃうまい。玉ねぎの、そうだ。あ、残しとく。いやいや、いいよ。もうね、もう輪切りはね、なくなっちゃったよ。じゃあ、いっぱい入れすぎてね、玉ねぎのカレー和えみたいになったら嫌だなと思って。逆にね、田原俊彦のモノマネしてください。お願いします。3、2、1、9。私は女よって。何それ、田原俊彦。ですな。先生、これは何をやってますか。これ、スライスポテトス。一本はどっちなんだろうな。これ、何ですか。 It takes minutes to prepare this。 字幕連絡です。なんてたんですか。ポテトの皮を切ってますね。今ちょっと準備するのに時間かかるんで、はい、少々お待ちください。おお、さすが、さすが、やっぱり英語の先生は違う。前前前前。これ元生徒が見たらどうするんですか。別に大丈夫でしょう。別にね、もうね、
I'm not teacher anymore, so I don't care about that. ああ今ね俺ね訳すとね別に問題起こして辞めたんだからいいだろって。じゃじゃじゃもう先生じゃないから気にしないよ。ティーチャーって出た。ティーチャーって言ってなかった。I'm not teacher anymore。すごいな。I'm not teacher、so、anymore。なんでこんな人が不明だったの。本当だよ。本当だよ。もったいねえわ。カレーができてきましたね。一回炒めるんですか。いや、もういいでしょ。もういい、うん、そのまんま水で最初野菜だけ火通して後でルー入れれば、うんうん、本当は最初玉ねぎだけちょっと炒めて焦げ目つけるとか、うん、って言うけど省く省くあれあー、いいですね。次、イカ来た。イカ食いたくない。イカ食いたい。これ醤油だったな。すごいよこれ。もう全く切ってないかも。本当だ。先生切ってもらえますか。あ、切っちゃったよ。一本一本にしちゃう。これ適当に。すごいあれですね。イカが美味しそう。美味しいけどこっち しょぼいね。ちっちゃくし。あれの刺身用のやつの方が良かった。さあちょっと日が暮れてきて今アキラくんのランタンかっこいい。これおしゃれな。完全照明だ。このおしゃれなねランタンをちょっと見てください。もついてる。おーかっこいい。ここ光るの。いいね。そして今日のメインディッシュ、カレー。先生が一生懸命さっき作ってた。ボコボコ言ってるね。ねえ、うまそうだね。先生うまそうだね。先生興味なし。そこがあれじゃないですか。焦げちゃう。焦げちゃう。あ、そっか、回しとかないと。あれ、そこに。あ、お玉があるから。はい。これね、短いからね。これがね、ピンチマークなんだ。はい。なんで解除できない。もう美味しそうだな。あ、これだ。すごいね。うん。なんだろう。あ、これでこういう太いやつを巻き割りにして。これはやるとこれ大丈夫か。もうスプーンで買ってないです。スプーンは買ってない。うん、箸で言うか。いや、カレー美味しかったね、先生。うまかったね。先生が作ってくれたカレー。